はい、トゥトゥクトゥクトゥクトゥ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 クトゥクトゥクトゥ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 クトゥクトゥクトゥ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 クトゥクトゥトゥトゥ。皆さんこんにちは、タカラベ。違う。ヤッホー、タカラベでございます。いつも言っているピースの竹内さんにですね、髪の毛を切ってもらったんですよ。で、それが、ここ何年かで、もう一番気に入っとったい、この髪型。この動画はみんなに送る動画なのか、それとも今後ね、またピースに行った時に、竹内さんに、ちょっと、竹内さん、あの時の髪型にしてほしいんですっていう時に見せるようなのか、皆さん用なのか、自分用なのか、まあ、これを見ている男子に一つ提案をしたいなと思いましてですね、今髪の毛を隠しております。じゃあ早速見せましょうか。5、4、3、2、1、ダーン、ババー、ハゲ隠し、あ、それハゲ隠し、伝統芸のおはげ隠し。影は綺麗に隠れておりますけれども、こっちか、こっちだね。これ近づいたらね、ちょっと光が強すぎてあれなんですけど、どうしたらいいんだろう。髪の毛超お気に入りなんですよ。この辺で見せた方が、この辺にしてレンズ変える？ちょっと待って。はい、というわけでレンズを変えました。変えたので見やすくなったんじゃないでしょうか。はい、むっめっちゃお気に入りなんです、この髪型が。今若干グレーを入れとった、この辺とかが分かりやすいね。あの赤メッシュ入れとったやん。で、赤メッシュのところにもう一回ブリーチかましそうみたいな感じになった時に、こっちがすげえグレーが出とっちゃうけど、多分落ちてったらこっちの金っぽくなっていくと思ったい。ちょいちょいグレーがおるっちゃん、そっちゃん。俺黒髪のね、単発にするとね、社会人感がすごい俺否めんたい。プロ髪の時はできるだけ長かったりとか、あとまあそのミュージックビデオとかを撮る時にね、表現しやすいけん、髪が長い方が曲によってちょっと雰囲気変えれるったい。えけん長い方がいいっちゃろうねって思って、金髪にしたらさ、何がいいかっつったらさ、こうやって毛の束をね作りやすいったい。ヘアセットがむっちゃ楽じゃん。ちなみに前髪が少し長めで、横サイドは少し短めにお願いしますってお願いしたっちゃって、耳出して後ろのこの辺が覆いたい髪の毛。竹内さんが切り終わったよみたいなこと言ったっちゃけど、言ってくださったっちゃけど、もうちょっとすいてくださいみたいな、俺もう本当にここ多くなるんすよっつって、すげえすいてもらって、もうここがねすごい、もうすごいスス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 スっつって、少なくていいんすよ。あと襟足す、エリアスって、エリアスってそうです、私が変なおじさんです。エリアスが汚いんです、だから綺麗にしてもらったんす。多分ね、まだやってないっちゃけど、髪の毛上げてもね、いい感じに上がっていくと思っちゃう。黒髪やったら結構ね、ワックスでスタイリングせんといかんっちゃけど、ブリーチかましとったらなんかほんとスタイリング簡単やけん、ちょっとのワックスでもだいぶね持続力とかキープできるって。ちょっと上げてみろ今。ほら、手ぐしで簡単に前髪が上がってくれる。どう？デコー、いや近づいたらデコ光るけん、あれやけど、超いい。広いね、広か、あんたのデコは広かですね。横短くしたんでだいぶ耳も出てですね、すっきりしてると思うんですよ。でも前髪を少しだけ長めにして表現力をつけたいなと思って、曲によって。そう、ほんとピース竹内さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。ミュージックビデオの撮影がね、今週来週結構立て続けにあるったい。だけいい感じの髪型の時に撮れるのが俺めっちゃ嬉しっちゃん。だからとりあえず僕が言いたいことは、3月の中旬ぐらいに新曲がいっぱい出ますんで、本当に皆さん楽しみにしていただけたら本当に嬉しいなと思います。で、あと後ろの壁見えますか？色変わったの分かります？こいつでね塗ったんですよ。で、一応動画も撮ったったい。一応動画も撮ったっちけど、果たして必要なのかって俺の中ではちょっと疑問に思っとったりするっちゃけど、もしかしたら出すかもしれません。なのでそれも見ていただけたら嬉しいです。はい、というわけでございまして、本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。テンションが高い宝部良二ですけども、もう3時になりそうになっております。2時40分を迎えております。以上、宝部良二でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。